ぜい騙されないよう気をつけてください。下手に近づくと怪我をしますよ。くれぐれもお気をつけください。あなたのために私が拾います。いつまでも騙してなんかいない。よろしくしてやんねんよーだ。こういう時は我こそは山の王にして百獣の王。ペドリッチョしちゃいますよ。何かご用でしょうか。わーよーくたば。ぬいもんならうちに任せるっちゃ。いけそうな気が。
救い。あなたの考えは全部お見通しなの。何も聞きたくない。お願いだから、私を見ないで。私の運命やいかに。
剣術師だ。もうちょい精度上げたいな。もっといい感じに改良するね。信じた者がバカを見るんです。まあ、あなただけは信じてみてもいいですかね。あなたから人間界の話聞く。この時間信頼しているということがあなたに正しく伝わっているといいのですが、俺らのマブダチ、前へ進め。あんたには立派な足がついてるじゃないか。
威勢のチェックに付き合ってもらうわ。体はでけえからな。上出来のみのことが気になるの。お見事お見事。見つからんち思ったんに。もうなん。お前はいつもいつも。ノロネコ拾ってはこっそり体の中で買いやがって。それな、もう何度繰り返しただろう。ひすなち、おじいちゃん、おばあちゃん、はあ、重い塗り壁はなのに、本当は今度は体が痛い。守る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 。こっちで。塗り壁は私を逃がすためにここで自らおとりになって怪我をしているかもしれません。早く見つけてあげないと。探させてください。あと少し、あの丘だけ探させてください。悪党とは効果交換の必要。嘘だよ。あなたが暴走するなんて嘘だと言ってよ。無理だ。力を使いすぎた妖怪は心が砕けちまう。闇は闇しかない。塗り壁、私を守るためいらない。だからあんたは三流で済んだよ。無理だ。そんな、
あれ？マジかよ。塗り壁。どうしたの？イズナちゃんは？あなたは？でも救い主さん。この子心から感謝。このご恩。感謝もいい。改めて申し、あなた様を救い、まずは私そこで司祭を聞き。前へ進め。あんたには立派な足がついてるじゃないか。国家錬金術師だ。